ちょっとあのこの画角だと映らないんですけど、めっちゃ景色はいい山道をひたすら走っていきます。急なね坂道をずっとね登っていきまして、この先に今日の目的地があります。星姉チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、星姉です。ということでね、あの今日はね何をしに来たかというと、天空の茶畑、なんか岐阜のマチュピチュみたいなやつを見に来ました。駐車料金とか入場料というのは特に決まっておらず、ここにねお金を入れるという仕組みです。あ、うん、はい、あ、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、どんどんねこの遊歩道を散策していきたいと思います。あのこの先にね、あのとても、景色のねいい展望台みたいなところがありますので、でまあ今日はねそれを皆さんにご覧に入れたいと思います。それでですね、あのこちらにね生えている植物なんだかわかりますか？これお茶ですね。お茶のね生産地といえば、もちろんねあの有名なのは埼玉県ですけれども、あの狭山茶ってねとても美味しいので、ぜひ皆さんねご賞味いただけたらと思いますけれども、まああと静岡なんかもね有名ですね。あのすみません、どう考えてもね埼玉より静岡の方が有名ですけども、あそれは置いといて、実はね岐阜県でもお茶が作られています。お茶というのは冬の寒さが大事なんですよね。冬は寒く、春になると急に暖かくなるみたいなね、その寒暖差で、なんか美味しいお茶ができるんだそうでありますので、まあ多分だけどここもねお茶の栽培に適した場所なんだと思います。あと水はけとかも関係あるのかな、まあ、よくわかんないですけども、とにかくお茶の栽培が盛んになされているということで、ここは棚田みたいな感じで、この斜面に沿ってねお茶畑が作られている。でそれがね上から見ると綺麗だと、まあそういうことですよね。であのお茶畑ってね、あの至る所に風車みたいなのがありますよね。であの風車みたいなやつは、あれ実は扇風機というか送風機になってるんですよね。あれをね思いっきり回して風を起こすことで、霜がねあのお茶についてしまわないように、お茶の新芽が凍ってしまったらね台無しになってしまいますので、凍らないようにあのね風を送るシステムが備わっているんだそうです。狭山にもね行くとお茶畑にねしっかりあれが立っていますし、静岡でもですね至る所であの風車を見ることができます。あれがね現代の茶畑には欠かせないマシーンなんですね。あ、こっちですね。岐阜のマチュピチュ、天空の茶畑への案内図があります。今日ね、めちゃくちゃ暑くて、多分気温はね、30度を超えているんですけれども、このようにして、木陰に入りますと、大変ね、涼しく、気持ちの良い風が吹いています。A コース、なだらかな道、B コース、近道、坂道に分かれます。うわぁ、待って、なんか変な虫がいる、びっくりした。さて、こういうところでね、性格が出ますよね。まあ、急がば回れとは言いますが、急な道だっても近道を行った方がね早いのではないかとも思います。いや迷うな。まあでもね、まだね22歳なので、急な道でもね差し支えなく登ることができるでしょう。近道を選びます。あの絶対になだらかな道を選んだ方が良かったです。危ない、転んでしまいました。しかも思ったより急な道でした。あ、でもそこが展望台かな。展望台の点ってわざとこの字を書いてるのかな。まあわざとなんだろうな。これどこから見るんだ。あ、この上に行くのか。よいしょ。ということで汗だくになってやってまいりました、A 地点上の方の展望台です。ご覧ください、ここにね空中都市マチュピチュが広がっています。マチュピチュって都市であってますか？すいませんね、あの僕世界史赤点なのでちょっとよくわかんないんですけども、その昔インカ帝国のなんちゃら帝王が街をねあの作ったのかな、ちょっとよくわからないんですけれども、そういうね、のがマチュピチュです。まあ、その別に本物のマチュピチュとはね何も関係なくて、ただねそれに見えるというだけですけれども、この山の上のこれ標高何メートルぐらいなのかな、高いねあの平らな山のね中に、というかここ山の中になんでこうやってね平らな土地が現れるのかちょっとよくわかんないんですけども、この丘の上というか山の上にこうして茶畑が広がっている、すごいことですよね。ちょっとまあ大学でね地理学やってたんですけど、あの自然地理学のね勉強はあの全然よく分かってなかったので、なんでねこういう大地が出来上がるのか分かんないんですけれども、まあこういったね地形が出来上がり、お茶のね栽培が盛んになるという、まあそういうね現象が起きています。いやすごいな、めちゃめちゃ景色綺麗ですね。ここの A 地点の展望台はねちょうど木陰にもなりますので、ここにね座って、しばらくのね時間を過ごしたいと思います。ちょっとね動画だとね 100% この感動を共有できないかもしれないですけども、こうめちゃめちゃすごい綺麗です。そしてねバックの山も迫力がありますからね。いやこれはあの一見の価値があります。
帰りはね、あの地図でね、さっき通った方と違うなだらかコースをね歩いてきたんですけども、なだらかコースは途中にね休憩所も備わっており、さらにね、あの岐阜市の方を一望できるポイントもあります。ちょっとね、あ、このカメラだと見にくいので、こちらの、ソニーのね5万円カメラでちょっと覗いてみたいと思います。まあ、ちょっとね木が邪魔なんですけども、向こうの方にね岐阜の景色を、あれが多分岐阜市の方ですよね、町をね一望することができます。ちょっと木が邪魔だな。すごいね、綺麗な景色です。じゃあまあとりあえずね下に降りてみましょう。あの来る時にね、あの喋ってて、あの見過ごしたんですけども、ここに、サザレ石があります。日本に生まれ育った誰もが一度は聞いたことがあり、まあ一度どころじゃないですね、そして歌ったこともあるのに、なんだかよくわからないワード、サザレ石がこれですね。でね、あのこの前ね行った温泉にもねサザレ石飾ってあったので、多分ね岐阜のこの揖斐川周辺、まあ揖斐川で取れてるのかどこで取れてるのかわかんないですけど、まあ、この周辺にはねサザレ石なるものがいっぱいあるんだと思います。この小さな石がなんかあの一緒になったのがこうサザレ石っていうやつですよね、多分そういうことだと思います。で、まあね、このサザレ石が大きなね岩尾になって苔が蒸すまで、まあ、つまり長い年月、まあ、日本が繁栄するようにみたいな、そういう歌なんですけど、まあ、でもなんかもうそろそろ苔蒸してる気がしますけどね。もう苔蒸してるじゃん、もうね、ほら見てください、もう余裕でね苔が蒸しています。サザレ石にね苔が蒸すまでなんて、ね、そんななんか2週間ぐらいの話なんじゃないですか。そんなことないのかな。あ、別になんかあの国家にねケチをつけてるとかのそういうつもりはありません、ね、ごめんなさい、あの全然そういう風に聞こえたらごめんなさい。はい。で、あの今ねあの売店でお茶を買って教えてもらったんですけど、この辺のねお茶は無農薬なんだそうで、確かにね、これ雑草がいっぱい生えてますよね。まあ、でもね、あのね標高がねあの高いのでね、あのあんまり、変なね虫が湧かないので、こういうね風に、無農薬でお茶を栽培できるんだそうです。国内でね、あの国産のね無農薬のお茶なんていうのはなかなかないんだそうで、しかもこれね、あの大変安い値段で売ってたのでね、お母さんに送ってあげたら喜ぶよとか言われてね、あの言われるがままにね、あのいっぱい買ってしまいました。あ、でも多分いいやつだと思います。ここは別に展望台ではないですけど、あ、こうやってねお茶畑を眺めていても大変綺麗ですね。はい、はい、ということでね、岐阜のマチュピチュ天空の茶畑にやってきました。これねとても想像以上にねあのいいところでしたし、あの普通にお茶がないあの大変良いお茶をね育てているんだということはね、あ、それその知識がなかったんですけども、あのお茶そのものもねあの大変貴重な良いものだということですので、ぜひ皆さんねいらしていただけたらと思います。ということでありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。星ね星ね星ねチャンネル見てくれてありがとう。